今日はですね、髪の毛ブリーチ今もうすでにしてある状態なんですけども、ブリーチをさらにこう黒くなってるので2回ブリーチをしてですね、今回はヘアカラーでピンクに、染めていきたいなと思います。どんな色になるか楽しみです。早速、ブリーチをやっていきたいんですが、今日はですね、あの美容室が、借りれなかったってことでここでやります。はい、BD さんです。BD です。こんにちは。ちょっと遅れて到着したんで今から一緒にやっていきます。お願いします。早速入れてきてもらいます。今日はパルマブリーチ使います。はい、本日は 60g のブリーチでやっていきます。2液は2倍ですので120ですね、入れていきたいと思います。今日はですね、この入江のこのビビットオキシジェントクリームですよ。これあのなんか頭皮を優しくいたわるオキシらしいんで、いつもよりシミないか、これ実験していきたいと思います。はい、今オキシを2倍120入れました。じゃあ混ぜていきます。いい匂いです。どんな匂いですか？オキシ甘い甘い。こんなの今日もですね、このなんだっけ、この窓あの茶柱みたいな。ここにサラサラ。あ、サラサ、サラサ。あ、ササラ。ササラ。全然思い。サラサラマドラー使ってやってますんで、こうふんわりいってるような気がします。はい、こんな形状ですね。はい、赤いクロスです。白いタオルです。カラーやるのに。ウルトラマン。はい。今日はいろいろあの物がないのであるものでやります。早速塗っていきたいと思います、はい、お願いします。いい、了解です。服につくと色が抜けちゃいますからね、服のブリーチは危険です。実に危険です。ちょっとしっかり全部染まってラップもしましたんで、今から20分ですね、20分こうブリーチが最大級になった時に流します。で、2回目のブリーチいきたいと思いますので、とりあえず20分持ちます。10分経ってですね、流しました。でこれで、これタオルドライだけした状態です。どうでしょう。はい、また、じゃあ2回目のですねブリーチをやっていきたいと思います。1回目のブリーチ、このオキシですね、結構そんなに痛くなかったんで、2回目また違いが出るかやってみたいと思います。2回目いきます。本日はピンクってことでですね、ちょっと眉毛も少し残ったブリーチを綿棒でこう毛並みに沿って入れて、皮膚につかないように、僕あの肌が弱いんで、このぐらいで、10分ぐらいだけ置いてですね、先に流したいと思います。はい、今放置中です。先ほどとですね一緒に20分また入れていきたいと思います。今回ちょっと眉毛もちょっと入れてますけど、10分ぐらいで流します。放置、20分経ちました。これ2回目のブリーチ終了ですね。ちょっと眉毛抜けすぎちゃいましたんで、眉毛もちょっと染めて、カラーで染めていきたいと思います。眉毛は10分ですかね、10分でこのぐらいになっちゃいました。本日も、カラニカカラーを使っていきたいと思います。今日はピンクなんで、ピンクベージュで、これ10だともうベースが15ぐらいあるんで、これね染まらないと思うんですね。もっと明るい薄くなっちゃって、前これミルクティーの時やった時にだいぶ明るめに出ちゃったんで、このぐらいだったかな、この間はなっちゃったんで、ちょっと低めに入れて、退色も考えたら8ぐらいに入れて、でそれに、補色で黄みが多いのでブレイブブラウンですね、ブレイブブラウンを足していきたいと思います。なので、62.5% ですね、 5% だけグレイブブラウン足していきたいと思います。ピンクベージュの8ですね、これを60、グレイブブラウンの8を、3g ですね、それと、オキシの 1.5% を使っていきたいと思いますが、
リキッドしかないのでリキッド半分入れてクリームの 1.5% を混ぜてちょっとな、ね、粘度をですねちょっと固めに調整していきたいなと思います。早速やってみます。ちょっと6時多めにわざとちょっと多めに使ってます。だいたいちょっとあの足りないとあのまためんどくさいんでちょっと多めにやってます。 OK です。グレープを 3g ですね。はい、3g ですね。4g 5% 入れました。33入れてください。ちょっと液体なんでクリームのも入れていきますから、とりあえず33入れて残り30をクリームの 1.5% 入れていきたいと思います。全部で63か。はい、 OK です。じゃあ63対63なのでここで混ぜていきます。はい、ちょっとあのリキッドが緩いのでちょっとゆっくりちょっと潰しながらね、こぼれちゃうんで。どのぐらい粘るんですか。あ、だいぶ柔らかめにできましたね。先にですね、この抜けすぎた眉毛をこれ綿棒でやります。ちょっとね、あんまり取りすぎないでここに毛並みに沿ってですね、これ目あの気をつけてください。目に入ると大変なことになるんで、目に入らないようにちょっと少なめからいって、この毛並みに沿って塗って、お肌が弱い人は特にお肌につかないようにしてください。目に入ると失明しますよ。ここを入れてくださいね。なのであんまり取りすぎるとパタッと垂れることがあるね。で、毛並みにちょっと沿って眉毛をやっちゃいますよ。でもこれもちょっと、はい、こんな感じですかね。はい、眉毛できました。で、ちょっとこのつけた方の裏でこうやって余分な部分をこうやって取ってもいいです。上手に使ってください、綿棒。はい、じゃあ頭塗っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。これ2回目のブリーチ、20分置いて、今ヘアカラーを塗ってます。で、さっきの、オキシなんですけど意外と染みなかったです。でもやっぱブリーチなんでやっぱり40分も50分もやっぱ置いとくとかなりやっぱ痛いですね。で、まあ、皮膚もちょっとやっぱ赤く、まあ、もともと肌弱いのでちょっとやっぱり皮膚が赤くなってました。なのでやっぱりできるだけ時間短く、で頭皮が弱い方は頭皮のガードをやった方がいいと思います。今ですね、ヘアカラー塗り終わりました。これ塗り終わった瞬間からもうこのグレーピーな感じです。このピンクっぽい感じになってきましたんで、ここから、30分ですね放置していきたいと思います。放置30分が経ちましたというか、あと23秒、なのでもう大丈夫ですね。外していきたいと思います。だーだー、うわ、だいぶこれちょっと結構まろっちゃってるかもしれないですよ、これ前ですね。やばい、あ、なんかこれ変なのついちゃった。違うわ。はい、時間が経ちましたのでこれ流して、乾かしていきたいと思います。のでちょっと両方一緒にいっぺんにやってダッとやってきました。とめっちゃついてる。はい、終わりました。ちょっと何これちょっと何この色、ピンクっぽいけどグレープ、やっぱグレープっぽいですね。ね、なのでちょっとこんな感じです。紫、ちょっと紫っぽくなっちゃいましたね。でも多分日にちが経ってくるとちょっと薄くなってだんだんピンクっぽくなってくるんで、ちょっと光が当たれば結構いい感じになると思います。ちょっと乾かしていきたいと思いますが、眉毛ちょっとこう色がついちゃったので、こういった、まあ、リムーバーっていうのがあるんですね。リムーバーっていうのでコットンに、つけてもらって、でここにちょっとこう擦んないでこうやって置いとくんですね。そうするとあのお肌についたカラーとか結構取れますんで、もしリムーバーね、あの買える人は買っといてもらえばいいと思います。こういうところね、あんま擦ると肌に良くないですので、置きっぱなしにしといてもらって、で最後ちょっとやって
もしかしたらあれかもね、カラーで肌荒れしてるだけかもしれない肌荒れの可能性もありますけどえ、まあ、こんな感じでちょっといつもやらないとこね、目元は弱いんで気をつけてくださいね。そしたらドライしてみたいと思います。太ったなはい、乾かしました。どうでしょう、ビリーさんは何色ですか？グレープ。グレープっぽい。そうですね。ちょっとピンク、ピンクとはちょっとかけ離れてしまいましたけど、ね、眉毛もちょっとね、ピンクっぽくなって、ピンク濃いピンク、うん、紫かな。まあ、グレープっぽくなりましたね。はい。なので、まあ、こういう結果になりました。今ちょっと全体映してみます。綺麗に染まってますね。水から回っております。はい、綺麗ですよ。もはい、こんな感じです。はい、髪の毛ですね、スタイリングしました。こんな感じでですねになりました。まあ完全に紫ですなので次はちゃんとピンクになるようにやっていきたいと思います。完全に紫です。はい、2日目です。こんな感じになりました。どうでしょうか。2日目ちょっとピンクっぽく、ちょっと薄くなるとやっぱピンクっぽく見えますね。まあ紫っぽいですけど、はい、これが2日目でした。はい、3日目シャンプー4回しました。だいぶ色が落ち着いてきました。シャンプー4回です。4日目、3日目で。はい、5日目です。明るいところで見ると違いますね。結構ピンクっぽくなってきました。色が薄くなって結構ピンクっぽくなったんで、はい、5日目こんな感じでした。